まるな。どうかしたんですか？怪我してるの？車呼んでこようか。呼んでこなくていいの？言葉話せる？うん。名前は？マリア。どうしてあんなところに隠れていたの？わからない。わからないって。
どういう意味？わからないの。ちょっと道は悪いけれど、こっちにしよう。近道だからね。大丈夫ですか？うん。大丈夫だけど。これ、風邪ひかないように早く着替えた方がいいよ。何か僕、あったかいものでも買ってくるからさ。とにかく、話はそれから。だから今のうちに着替えておいてね。じゃあね。ただいま。あれ？やっぱり帰っちゃったのか。そんなとこにいたんだ。本当に風邪ひいちゃうよ。早く着替えたら？
もう着替えは終わったの？うん。何はともあれ、乾杯。マブーハイ。え？何？マブーハイって。私の国の言葉で乾杯。ねえ、出会った時から思ってたんだけど、マリアの国ってフィリピン？多分そうだと思うよ。思うよってどういう意味？よくわからない。わからないって？じゃあ今はどこに住んでるの？あのさ、さっきからパトカーや警官がたくさんこの辺りを探しているけれど、君何か知ってる？やっぱりわからない。何も？名前以外全部。ねえ、そのバッグの中に何か入ってるんじゃない？え？ほら、アドレス帳とか何か身元のわかるやつ。何それ？開けてみようよ。
わからない。どうして？メイドインチャイナ。何もわからないよ。寝たら？そう。じゃあ僕は寝るよ。ダメ。消すのダメ。わかった。このままにしとくよ。やっぱり警察に行った方がいいと思うよ。歩けるようになったら勝手に出て行っていいから。おい、そろそろ仕事に戻れよ。はい、ただいま。大食いに味噌汁。はい、ちょっと美味しい。
こんなにピカピカに磨いて。マリア。電気もつけないで、ずっとそこにいたの？どうして？だって、どこにも行くとこないもの。おはよう。取るよ。ダメよ、野菜取らなきゃいけないのよ。はい。マリア、ここ、口の横。こっち。
多分これがマリアだよ。私もそう思うよ。おかしいね。自分のことなのに。僕についてきて。マリアが自分を取り戻すのでずっといてもいい。ねえマリア、ん？マブハイしよう。マブハイって乾杯？うん。マリア、誰？そのボーイって思い出したんじゃない？そう、ボーイ、本当にボーイ。ダメ、わからない、思い出せないよ。マリア、きっととっても大事な人。
でも、だって…マリア…あのね、いつまでも私のこと愛してくれる？そうだよね。僕もまだ自分の気持ちを見つけていない。急ぐことはないよね。優しいね。優しくなんかない。傷つくのが怖いんだ。そんなことないよ。やっぱり優しいよ。やっぱり電気はつけたまま？うん。マリア、あのさ、フィリピンにもお化けはいるの？うん、いるよ。フィリピンのお化けはね、アスワンって言うの。アスワンはね、体の上だけが空を飛んで襲ってくるの。そういう時にはきっとどこかに体の下の部分が寝ているから、早くそれを見つけて塩、そ、ね、それをかけると溶けて消えちゃうけど。どこ行く？どこに行こうか。
1万円も入れたの？どうして？あのね、今私はたくさんのものを持っているわ。洋服でしょ、お金でしょ、そしてあなたでしょ。それを全部なくしちゃっても私には神様が残るわ。でもあの国の子供たちは食べるものもないんでしょ。かわいそうでしょ。ねえ、マリア。私の持っているお金使っちゃってもいいんだから。ありがとう。その気持ちは大事にするよ。話は聞いてるよ。なんだって？なんか事情があってフィリピンのこといろいろと知りたいんだって？そうだな。ま、人それぞれだから詳しくは聞かないとして。ここ。この店へ行ってマスターのランディってやつに会ってみな。やっぱりその国の人間に会うのが一番絶対じゃないだろう。ま、なんだな。先輩として一言忠告させてもらえるなら。外国の女の子に惚れるのは覚悟が必要だぞ。ババさんから話は聞いたよ。まあまあまあ、座って座って。
その花ね、サンパギータというよ。いい匂いでしょう。フィリピンの車の中にはみんなこれがあるね。この匂いがあればエアコンなくても涼しいでしょう。マニラの交差点ではいつでも子供たち売ってるよ。私も昔はそうだったよ。だからこの花の匂いは絶対忘れないね。ところで、あなたの聞きたいことは何？恋人のことかな？いえ、その…名前は？マリア。おお、いい名前ね。でも死んだらダメよ。サンタマリア。なんてね。ただいま。あ、この匂い。じゃじゃーん。それ、サンパギータって言うんだろ？うそう、この匂い。私、小さい時、いつもこの匂いと一緒。覚えているよ。マニラの交差点で私、毎日この花を売っていた。だから毎日毎日サンパギータと一緒。寝る時だって、食事の時だって。でも サンパギータと一緒にいつも私のそばにいたのは。なんだよ君は、乱暴に。マリア！ボーイ、違うよ、この人は。いいから来い、来るんだマリア。
That's all for disc 1. Let's now move on to disc 2. いやー懐かしいな。これはマニラのトンドだよ。アジアの三大スラムと言われているところでね、取材で随分通ったもんだ。このサンパギターを売っている子供たちはね、ストリートチルドレンのように言われているけれど、ちょっと違うんだな。ほとんどが身寄りのない子供たちだけどね、この子たちの面倒はシンジケードが見ているんだ。ちゃんとご飯を食べさせているし、寝るところもある。こうしてサンパギターを売っているのも、この子たちにとっては生きていくためのビジネスなんだよ。ところで何なんだ問題は。フィリピンの子にでも惚れたか。血はつながってないだろうが、マリアとそのボーイというのは兄弟だな。おそらく小さい時から二人っきりで生きてきたんだろうよ。ところでその中国系マフィアとの関連な。フィリピンというのは華僑の力が非常に強いところでな、可能性としてはあるかもしれんな。例えば。例えばこのボーイというのが非常に優秀な人材で、写真にあるような小さな自分に華僑にスカウトされた。言葉を変えればシンジケートから華僑に売り渡された。
その時妹であるマリアも一緒に。コースとしてはマニラから香港、そして東京ってところかな。マニラの夕焼けは綺麗だぞ。お前も一度くらいは行ってみたらどうだ。いろんなことを言う人もいるだろうけれど、少なくとも俺は好きだ。話すもんか。一体ごめん。でもほら、なんて言ったらいいのか。いいよ、言葉なんかなくてもいいよ。でも怖くないの？もう一人じゃないから。大丈夫、何も心配することないよ。私のお兄ちゃんよ。クリスマスだね。え、何？
フィリピンはね、11月にはもうみんなのメリークリスマス。海岸沿いのロハス・ボリバードのヤシの木は小さな電気でいっぱいに飾られるんだ。すっごい綺麗だよ。それともう一つ、ブンラブンって言ってね、遊園地が開くよ。メリーゴーランドやジェットコースター、マニラの人がみんな集まって毎晩毎晩お祭りね。マリア、帰りたい。ありがとう。でも大丈夫よ。マリア。ん？ボーイ。何？どうしたの？お前だけでも。プエレ、無理だよ。私だけ帰るなんて。マリア。こいつか。こいつがいるからか。違うよ。お前は誰だ。マリアの何なんだ。マリア、お前はフィリピーナだ。日本人とは違う。忘れるな。信じていい？あなたのこと。うん、信じてほしい。ありがとう。小さい時にね、私ボーイと一緒に香港へ渡ったの。私はいつも一人ぼっちだったわ。ボーイは英語ができたからすぐに組織に手伝いを始めたけど、私は毎日日本語を勉強させられたわ。そしていよいよ明日は日本だという日に、私に日本語を教えてくれたおじいちゃんは私の手を長いこと見つめた後に言ったわ。
マリア、お前は日本でお前にとって大切な意味を持つ人に出会うだろう。お前が幸せになるかならぬかはその相手次第じゃない。そう言って私を送り出してくれたの。いっぱい歩いたよ。たくさんの人にも会った。でも今あなたがそばにいる。ただいま。ボーイ。俺は小さい時からこう言われて育ってきた。恩は石に刻め、恨みは水に流せと。ボーイ。ボーイ！ダメだよ、そんな体で。大丈夫だ。いつまでもここにはいられない。俺のことはいい。自分のことだけを考えろ。さらば。頑張っていい。ありがとう、兄弟。ボーイ。
こないだ俺らを邪魔してくれたお兄ちゃんじゃねえの。ああ前に頼む。Thank you.
どうもご協力ありがとうございました。何かありましたらご連絡ください。では。結局は縄張りと麻薬の利権に関する争いだな。ボーイというフィリピン人はどうやら死んでしまったらしい。それとお前の言ってたマリアという女性、彼女は事件に直接関わりがなかったとして強制送還になったそうだ。まあ俺が知ってるのはここまでだ。こちら航空券販売サービスの予約課です。予約の確認をさせていただきます。マリア・サントス様、戻りましたら予約担当の川田までご連絡ください。水島さん、エアメールですよ。されたのは海沿いの広い公園です。言葉も通じない見知らぬ国で何もかもなくして途方に暮れていた僕に、近くで寝そべっていた浮浪者風の男たちが話しかけてきました。身振り手振りで持ち物を取られてしまったこと、たった一枚残った写真を見せ、トンドまで行きたいんだがと言っても通じるはずはなく、諦めて僕はバハラナッカとつぶやきます。すると途端に彼らは大笑いして、道行く人や辺りに向かってカンパを募ってくれたんです。そして僕は彼らと一緒にあの派手なジプニーという乗り物に乗って、やっとのことでトンド地区までたどり着けました。
それからがすごかったんです。僕、いや、彼らの話を聞いて、信じられないくらいの人々が集まってきて。そう、100人以上はいたんじゃないかな。みんな一生懸命あちこちに連絡して。息を切らして走ってきたんです。あのマリアが。その夜、僕らはマリアがブンナブンと言っていた夜の遊園地へ行きました。マニラのクリスマスの夜は街中がイルミネーションに覆われて、それは綺麗です。それはまるでこの国の人たちの心のようです。そして大晦日、街中を賑わせる花火、しばらくこの国にいようと思います。人間なんて、人種なんて、社会的地位や学歴、お金、そんなものがどれほど価値があるのか今疑問に思っています。そんなものより僕にはマリアの宝石のような笑顔が一番です。兄さんから姉を通じて母さんの方へよろしく伝えてください。
導いた。